はい、皆さん毎度毎度。はい、美容学校に入ったね、男性美容師の諸君ね。まあ、いろんな方いるけどね、可愛いっていうのがね、わからないっていうの？女の子を見てね、可愛い子とかね、あの子は可愛いとか、そういうのはわかると思うけど、その持ち物に対して可愛いとか、色が可愛いとか、男の子にね、可愛いってわかるかよって聞くとね、大体わかるってみんな答えると思うんだけど、美容業を始めてね、5年も10年もやるとね、可愛いっていうね、感覚の壁にね、ぶち当たるんだよね。可愛いって何よって。ちょっとね、男性目線とね、女性目線じゃね、ずれてんだよね。で、ものづくりになったらね、男性はね、可愛いって作れないと思うんだよね。そんなことはねえってか？いや、そんなことない人もいるかもしんないけど、自分は可愛いなんてのは作れないね。ただ、美しいものはわかるから、美しいものを作っていくっての？綺麗なものを作っていくっていうの？まあ、男性の場合ね、可愛いがわかんなくても、美しいとか綺麗がわかればね、綺麗なものを作っていくっての？綺麗なものはわかるよね、大体ね。美容学生さんね、これからね、ワインディング始めると思うけどね、ワインディング、まあ、可愛くワインディングってのはないかんね。ワインディングはとにかく綺麗に巻くっていうの？美しく巻くってことだよね。美しいってのもまた難しいよね。綺麗に巻く。とにかく綺麗な一本を巻くね。力の入れすぎ注意ね。男はバカだから力出すからね。それで大体失敗するね。数ヶ月遅れるね、上達がね、力をとにかく出さないことね、歯がゆいような力でやってないとね。美容学校行ってね、女の子とね、男性ね、同時にワインディング始めるけど、女の子はね、1週間やるとね、みんなそこそこ負けるようなんだよね。まあ、そういう方に共通しているのは力を出してないってことね。ふわ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 やってる子の方が上手くなるの早いかな。で、早く上手くなりたくてね、一生懸命練習してね、力出して一生懸命やってる女の方、女性の方ね、やっぱりそういう人は見てるとね、ぎこちない。なんか変なんだよ。その変なのがね、最近はもう見ただけでわかるけどね、力の出しすぎなんだよ。力んでんだよ。だからね、指先に力が入ってぎこちなくなって動きが悪いっていうの、全体に。で、男性なんかもっと力入れてっかんね。ウィッグが上に持ち上がるぐらい力入れてっかんね。ぐら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 。それこそ同じテーブルで巻いてる女の子がさ、テーブル動いてやられんじゃかいってね、そこまでね、力出しちゃうやついるからね。だからこれもね、美容学校の先生にもよるんだよね。テンションをかけて負けとかね、テンションのね、何グラムのテンションとかね、そこまでちゃんと説明しないで、ただテンションかけろっていうと、大半の美容学生さんがね、まあ、上達が遅くなるっていうのぎこちない動きになってね、まあ、それでもね、すべてにね、力がつけばね、テンションも強い、指の挟む力も強い、ロットを抑える力も強い、すべての力が揃ってしまえば、まあ、数ヶ月かけてね、3ヶ月ぐらいかけて、そうするともう早く綺麗に負けるようになるんでね、力出してね。そうじゃなくて、力出さなきゃ、1週間とか10日ぐらいで負けるようなものが、本当に数ヶ月かかってしまうっていうの？ちょっとね、男性はちょっと時間かかるかもしれないけど、それでも全然早いよね。力出さないで巻くっていうことを教えていけばね。美容学生のね、新入生さんに送る言葉ね。はい、お疲れ様でした。これ2個ぐらいできるかな。なんか2個作れそうな気がしてきた。うん、好きにやって。美容師の皆様、一般の皆様、おはようございます。春先生、おはようございます。今日も朝からお仕事頑張りましょう。